はいはい、こんにちは。はい、はい、お願いします。おい、もう飲んでるやんけ。はい、どうもよろしくお願いします。はい、どうも頑張っていかなあかんない。うわ、すげえ。おだいぶ変わってるやん。いや、ほんま、あんなクソみたいな家から引っ越せばよかったもん。おいおい、なんやねん急に。畳ちゃうやんけ、おい。なんやあの家、フローリングやんけ。あ、引っ越せ。なんやこれ、わけのわかでかテレビでかあそこ。お母さんテレビ見んの初めてか。いや、そんなことない。見たことはあるわ。有名人バリ出る。あ、テレビ、うん、そういう箱頑張ったわ。でもいやね、ほんまよか、嬉しいねん、こんなんは。なんか沢井くんとかもさ、 Wi-Fi 見つけんの早い。Wi-Fi 見つけんの早いって。Wi-Fi よう分かったね、すぐ。いや、だいたいこういう隅んとこにあるから。Wi-Fi 見つけんの早い。Wi-Fi も薄いな。朝までおるやん。これ海洋堂ちゃん。よう分かったね。俺好きやん、海洋堂の企業。フィギュア好きやね、みんな。企業が好きな人いないです。いいやん、これ。シャチの骨格。シャチってこんなんなってる、ね、そう。めっちゃ人みたい。どこが人魚すごい人。あ、そうか、ここちょっとおかしい。うん、背びれとかも生えてるし。あ、ほんまや。おかしいやろ、背びれ生えてるの。人魚に。おい、人魚に背びれ生えてんのおかしいやろ。おかしいか。おかしいや。何やお前、肩で食ってすな。肩で食ってすんな、おい。シャチやん。これ何？アイロボット？ルンバみたいなやつ。動くのこれ。ルンバが確認してみます。うん、ルンバやったらボタン押したら動き出して掃除始めますよ。ほんまにルンバかなっていう話ちゃう可能性ある。おお、なんやこの音。バルミューダみたいな。お、なんや、うん、えこれ僕もわかんないです。なんやねん。なんであんねん。これ普通にじゃあなんであんの。動き出すと思って全然動かない。なんか壊れてた、調子悪い。いつもは動くん。あら、なんか Wi-Fi ちょっと途切れちゃったんかな。おい、なんかいじったんかちゃんけ。俺のせいかよ。おい、なんか電波マークみたいなの出てるやんけ。うそ、なんかイラったからよ、この辺。最悪やん。え、もう1壊ししてるやん。やったな、俺2壊ししたの。全然守りに込み。ほんまは優しいって知ってるから。壊しきなんて知ってる。壊しきなんて。あんま必死で止められへんみたいな。これでもあったよな。そう。これ足付け替えて。これは32,000円の家にもあったぞ。32,000円。32,000円。いや、忘れてる。32,000円の家住んでたよ。隠すなおい。東京にそんな家があるわけないじゃん。あるわ、それは。意外にしてください。知らん人、知らん人の意見やから。東京のどこにあるって言うんですか、そんなところ。港区にあります。港区ちょっと知らん人の意見やから。住んでたでしょ、あなた。どうせ近くに米軍基地あるでしょ。いや、あるよ、それ知ってるやん。お店も多分いっぱいあるけど看板とか出てへんからわからないし。多分いっぱいあるけど。知ってるやん。今日乾杯してんのよ。もう飲み干せんちゃう。まだまだあったら。ちょっと作ります。で、うわ、でもすげえおもろいな。美味しいな。じゃあ乾杯しましょうか。今日は寂しくないと。何エロティックジャポン見んの。俺のえ俺のエロティックジャポン。ベッドでエロティックジャポン見たらあかん。しこり方は和室のまま書いちゃうねん。おい、ちゃんと見るってビデオとか。昔のエロ本に。いや、なんかエロの歴史。ほんまや。あ、すごい。スカトロプレイとか。お、言うな。書いてたけど今。これなんや、このここすごい。以上ちっちゃい滑り台になってるから遊べる。遊べる。楽しなさそう。はい、じゃあ順番並んで、あれからお願いします。おお、はい、楽しそう。ちょっと楽しそうだよ。あ、楽しい。
おかしいな。Wi-Fi 登録してネタだけ。こいつ。お前何しに来たんじゃ。おい。悲しみに消える。悲しみの涙でそうなった大きな傷。どこまでも。もうええわ。もうええわ。ちょっと勝負しよう。腕相撲しよう。はい。腕相撲しますか。腕相撲しよう。はい。そんなんじゃやらんよ俺。ちゃんと机で肘立ててやってもらわんと。腕だけじゃなくてもうあれしようや。相撲いいっすよ。じゃあ相撲いけ。行こうじゃ。はい。発狂い残った。負けんのかい、イメージでも。勝てたやろ。